新宿2丁目ゆうまチャンネルサルサル今日は何ですか？ゆうまさんが今ものすごい活躍されてるゲイバーママじゃないですか。いえいえ、とんでもないですよ。私なんて急になんですかその振りで。ゲイバーママになるまでに多分いろんなお店で働いてたり、それからなんでゲイバースタッフになったのかみたいな話をしていただきたくて、ゲイバーママヒストリーというか。大そうなコメントでも何件か前あって、ああまあね、どうやってこの世界に入ったんですかとか、なんでお店どうしてママ、どんくらいの期間でママになったんですかみたいなのとか。じゃあなんか年月月日年齢が分かるってこと？いや、まあなんで嫌ですこの企画嫌です。大体バレてますから本当にバレてんの？隠してること上に見られてる可能性はすごいあります今は新宿2丁目でゲイバーさせてもらってますけども、私大阪出身でございましてですね、大阪でも実はこういった水商売をやってたわけなんですよ。それで今こう東京に上京しまして、まあ自分のお店を持たせていただいたわけなんですけど、じゃあほんまに振り返る？じゃあ今日は大阪編。大阪編な。なるほど、わかりました。20歳の時にちょっとこう夜の定時制高校行ってまして、高4まで行ってて4年間あるんですよ。でまあ19から20歳になる時ぐらいに、夜バイト学校終わってからしたいなと思って、履歴書を握りしめてですね、何枚か書いて、大阪には梅田と難波っていって繁華街が市内に大きく2つあるんですよ、北と南って言われて。で北の方にその当時よ、自分がゲイかなんかもわからなかったよ、セクシャリティ的に。で北に夜の仕事したいかっつって、ホストクラブに勤めようと思って何のアポなしでいっぱいあるのしてたから、勝手にドア開けて、すごいアクティブな人間だったんですよ。ドア開けて「ホストなりたいです」。それ前バイトはしてないんですか？バイトしてました。バイトはめっちゃしてました。バイトはしてて15から働いてますから、私ずっと夜高校で昼間ずっとやってて、過去に私これも今度やっていいかもしれないけど、アルバイトで30個ぐらいやってますもん、過去いろんな業種。すごっ。だから一時はで吉本の学校も行ってたんですよ、養成学校ね、 NSC っていう NSC と高校、夜間高校も行ってて、学校2つ、アルバイト5つぐらいしてた時だ、7個ぐらい場所掛け持ちしてた時もありましたよ。めちゃくちゃ昔から働く好きっていうか、まあいろいろこうやってて、唯一したことはなかったが水商売、唯一はないけど水商売やりたいなと思ってやってなかったから、やろうと思って20歳になったぐらいに、で履歴書持って行ったら、もちろんアポもしてないし取ってないし、なんやねんってなって断られたんですよ、めちゃ。で梅田の夜の街をプラーって歩いてたら、なんかね、あるビルの上の方のスピーカーからこう沖縄民謡が流れてきたんですよ。あれ何やこれ、沖縄って。沖縄も行ったことなかったんですけど、なんかこれのルーツもなんかすごいつながってくるっていうか、今私が沖縄好きなきっかけにもなってるのが、で沖縄民謡にこうなんか促されてというか引き込まれて、パーッと4階って書いてて、その「みやらび」って店だったんですよ。美しいに「わらび」って書いて、まあチュラさんって意味なんですけどね、沖縄の方言で「みやらび」って言って行ったら、沖縄のママさんがいて、でそこは沖縄民謡スナックみたいなのだったんで、太鼓あるし三味線あるしみたいなので、ママさんに「何しに来たんさ」って言われて、沖縄の人で「いや僕ちょっと夜働きたくて」って言って「ホストにねなりたいんですけど」って言ったけど「うちはそんな店じゃないさ」とか「履歴書持ってんの見せなよ」ってピーって見てくれて「よかったら明日からおいでよ」って言って、そこで2年半か3年勤めたんよ。そう2223ぐらいまで今でも連絡取ってますけど、ママはそうすごくお世話になって、ほんでよ、そっからよ、このママがまたいろんなきっかけをくれたんじゃないけど、そこは普通のスナック、普通のスナック来てる人も普通な人、普通な人っておかしいけど男女の人たち、沖縄好きな人、女性のママ、そう「みやらび」っていうぐらいの女性のママなんですけど、ほんでお店が2時ぐらいに大概終わるのよ。で夜中2時で、ほんで始発までに時間潰すって言って、ママが「よー」でご飯連れてってくれたり、飲み屋いっぱい連れてってくれたのよ。その中の一軒に堂山町にある愛さんって言ってね、小文字で AI でもうなくなったんですけど、愛っていうゲイバーに連れてきましたよ。そのママに初めて生まれて初めて「え、何ですかこの店」って聞いた時に「ここはね、あんた男同士が愛し合う店、ゲイバーがいっぱいある街なのよ」って言って「たまたま関西一番のゲイタウン、その堂山町にその宮並あったのよ。私は全く自分がゲイだっていうことも知らなかったし、ゲイバーだということも知らなかった。その時その町がたまたま入ったんが堂山町の店やって、すごいやろ。ほんでそのママに初めてゲイバー連れてもらって、ほんしたらやっぱりこう沖縄好きなゲイの人とかがその宮並に飲みに来るわけよ。それを見ててカップルとか友達とかが「ほんまにこの町ってそういう町なんだ」っていうのを知ったのがきっかけ。初めて水商売とのんけのさんの店やけど宮並民謡酒場ですけど、プラスたまたまゲータウンにおったんで、私なんもほんまにこんな何もしたんかって。まあやっぱネットもない時代だったんで、やっぱいやあったと思いますけど一回に一台パソコンはなかった。私も調べるってきっかけはあんま調べもせえへんかった。もちろんそんな時なんか戦後間もなく、誰が戦後間もなくよう生きとんな私若いやろ。ほんまよ。ほんでそっから店がちょっと潰れるってなったんよ。宮並がママが閉めるってなって、ほんでまあちょっと最後まで勤めましたけど解散になって、それ23ぐらいやったんかな。ほんで私も新喜劇、吉本新喜劇に研究生としていたんで、ほんでそこでやってて、ほんでまたピン芸にもなってぐらいの時かな。で昼間もなんかいろんなバイトやったし、添乗員とかやってたし、夏はとかいろんないっぱいバイトやったけど、で夜もまた働きたいなと思って。まだ23がゲイだと自覚してないんですか。23がギリギリぐらいの時、22、3ぐらいの時やな。そうやな。ほんでバイトしてたなっていう頭もありながら、片隅にありながら考えもゲイのそのサブジェクトでインターネットっていうかサイトが普及され始めた時ぐらいちょうどでネットカフェっていうのが斬新やった時、もうほんで夜行ってだんだんこう、その時彼女おってんけど私またおったんやけど、ゲイっていうの興味あるしネットカフェって一人でゲイやとかさ、で掲示板が出てきてそこで出会った人とちょっと会ったのよ夜で。その人がちょっと飲みに行こうよって言われて連れてってくれたんが、大阪南難波にあります大阪市内では2番目のゲイタウン、ザウラって言って歌舞伎座があった。新歌舞伎座がもうしたけど、この前移動したけど、ちょっと難波高島の前に歌舞伎座があった。新歌舞伎座、歌舞伎座の裏にちょっとした飲食店がザウラって言われた地域があったのよ。そのザウラのゲイバーに連れてってくれたその人が。ほんでその人東京の人やったんやけど、前も話した中野で帰れってトランク取らされた人よ。その人連れてもらったんやけどで楽しくてっていうか、こんな世界があるんだって教えてくれて、その人が東京帰ってからも一人でよく通うようになった。それが23ぐらいの時かな。でそこの店で行ってたら、そこのママさんにケイちゃんって言うねんけど、ケイちゃんに「あんた入りや」って言われて入って、そこがギャルソンセルクルって店だったけど3年ぐらいおったんかな。上京する26ぐらい上京したから、そのまで3年間勤めましてって感じ。それが最初ですか。それが最初で、そこのだから出会った友達とかゲイバーの友達とかがつながってて、マサトっておってんけど、うちスタッフで去年まで働いてくれてた、マサトもそうだし、一緒にお客さんとして来てくれてた。でマサトからの紹介で翔太ってうちおんねんけど、このフライヤーとかこれ作ってくれてるね、翔ちゃんもその店のつながり全部。じゃあ最初のつながりが今でもそういうことなんですよ。で去年じゃ今年いつ帰ったんかな、私最近やねんな。 R−1 グランプリ大阪に受けに来た時や、帰った時に久々にそのザウラ自体、ザウラの無駄でやってたゲーバーが移転したって聞いて、そういうもんちょの方に、で私ちょっと行かなあかんわと思って、そのケイちゃんに会いに行ってきましたよ。綺麗なお店で元気にやってましたけどね。今でもまあもちろんそういったつながりが、先輩ってことですよね。その先輩でございます。だからその大阪ではその宮並の女のママさんと、あとそのケイちゃんっていう人にまあお世話になって、で近くにリメンバーっていうお店があったんですよ、その座浦の近くに。今も堂山町に移転されてるんですけど、もう古いでリメイクって言って関西でも大きいナジャ・グランディーバさんとかいっぱい出てるドラッグクイーンさんのイベントを主催してたりするんですけど、そのとしママっていうんですけど、としママにもすっごくお世話になって私、でとしさんのつながりでっていうか、上京する時に東京全然店知らないから、どっかいいとこありますって言われたんが、ちらっと以前動画にも言わせてもらったかも思いますけど、パンチ効いたノブママの店やったんですよ。そこ行ってみたらって言ってって2丁目に来ましたっていうノリです。じゃあ東京に来るきっかけはゲイバーで来たってことですか？まあ、やっぱ芸能でちょっと花咲かせたいなと思ったのもあった。どの道上京するから、そうそうそう。ほんで大阪で新喜劇出てピン芸人やってもね、ずっと何ウェディングとか MC をやってた私。演歌歌手さんの司会をずっとやってた向こうでほんでまあいいけど、それでまあ結構おしゃべりで司会業食べてたからなんかそれもいいんだけど、こう華々しい芸能界っていうかね、東京にチャレンジしたいなって思った。25、6ぐらいでこれ最後のチャンスかなと思って出てきたんよ。すごっていう流れかな。大阪編、大阪編こんなんでいい？なんかいや面白いですね。こんなんでいい？どうだったんですか最初働いて？もうすぐ慣れたんですかゲイバーは？ああ大阪？スナックの経験があったから。まあそうそう、それもあるよね。けど生意気やったかよ、注意されたよお客さんとか、スタッフさんにも態度でかかったとこ。私はそうやった。それはすごく覚えてるわ。今と変わらずやっぱ今とか、いや変わらず成長しとるわしてへんのかもうそんなんもいろいろ大阪をね、まあはっきり言う人多いからな関西の人ってさ、なんか鍛えられたっていうのはあるかな。あとねもう一軒ピースっていう店があって、もう今でもやってらっしゃいますけど、あっちゃんっていうママにもお世話になってね、なんかいろんな縁が、それがたまたまこっち来ても共通のお客さんがいらっしゃったりとか、すごい全部つながんねん。その宮らびのママに言われた言葉がもう今でも残って、リフレッシュするために月1回今沖縄に行かせてもらってますけど、あのが若い時にね、20歳ぐらいの時に「あんた沖縄行ったことある？」って言われて「ないんです」って言って「あのね沖縄はね本当に海と空が綺麗だから年いっていろんなものを見るっていうのもいいけど若い時にあの綺麗な海を見てた方がいいよ」って言われて、初めて一人で1週間休み取って飛行機乗って20歳の時に一人旅しましたね。それが沖縄本島行ったんですけど、一人で離島渡嘉敷島行ったりとか、慶良間ちょっと今でも慶良間が大好きやから、あの時今でも慶良間ちょっと渡嘉敷とか行って、まあ、ホエールウォッチングとかね、クジラ見たり綺麗な海、ウミガメ見たりとかすると、なんかあのママの言葉が初心に戻るじゃないけど、やっぱ若い時もあったんやなとかさ、綺麗な心って大事やなっていうのを今でも思い出します。まあ見ていただいてたらありがとうございます。さあ今日はですね佐藤ちゃん、まあ私がこの新宿2丁目でゲイバーをやるにあたって振り返り、大阪で水商売人生どんな感じだったのかっていうのをちょっとかいつまんでですが、お話しさせていただきました。で次は激動の東京編ってことです。毎日いろんなね事件が起こるこの東京編。まあこの東京来ても店、自分の店構えるまでにもいろいろありましたから、そうですね、そこら辺についてもお話しさせていただけたらなと思っております。さあということでございまして、今回も初めてご覧いただいた方、チャンネル登録そしていいねボタンの方どうぞよろしくお願いいたします。以上新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。それそれ。